ベガロケットは欧州宇宙機関が開発した低軌道用人工衛星打ち上げロケットである。餌の主力ロケットのアリアン5は静止軌道に6トンものペイロードを投入できるが3 0 0ラムから2 0 0 0ラム程度の小型の化学衛星や地球観測衛星を低軌道へ経済的に打ち上げたいという需要に応えるため、 高度 700km の太陽同期軌道に1.5トンの衛星を打ち上げられるベガを開発することになった。イタリア宇宙機関が開発プログラムを主導しており、ロケット機体及び推進システムは、フィアットアビオ社などが担当するほか、フランス国立宇宙センターなども開発に参加し、打ち上げは CNES のギアナ宇宙センターのエラ1から行う。参加各国の分担比率は、 イタリア65%、フランス12.43%、ベルギー5.63%、スペイン5%、オランダ3.5%、スイス1.35%、スウェーデン0.8%となっている。開発及び製造は、ベガロケットの開発及び製造を目的として2000年12月に設立されたエルブ SPA によってなされ、 最低年4機の打ち上げを確保する予定である。当初は2006年中の初飛行を目指していたが、計画は大幅に遅れ、2012年2月13日に初打ち上げに成功した。初期の構想は1990年代初頭になされ、アリアンの古代ロケットブースターの技術を用いて、小型衛星を打ち上げるロケットを保管するというものである。これは1988年に、 アシーによって提案されたサンマルコスカウト計画を引き継ぐものであった。サンマルコスカウト計画は引退したアメリカのスカウトを置き換える目的でゼフィロモーターを用いた新たなロケットを開発するという計画であり、スカウトにとして知られている試験機が1992年に1機が失敗し、正式型として予定されていたゼフィロも含めて凍結されていた。 1995年の段階では3段構成で、高度 700km のレオに 700kg の打ち上げ能力を持つロケットであり、直径 1.9m のゼフィロ16個体ロケットモーターを1、2段目として用い、3段目としてアイリスを用いるというものであった。1997年には2つの形式が、フィアットアビオ社とウクライナの有ジノエ設計局の 共同で提案された。1998年において、アシーによって、アリアンのブースター技術を用いた個体ロケットとして、再び提案された。同年4月に、アリアン後の SRB である EP のノウハウを用いたものとして、餌のプリプロジェクトとして採用された。これは、ベガ系の下段に、第3弾として、ゼフィロ7個体ロケットモーターを使用する3弾構成のロケットであり、 最上段に液体ロケットエンジンを用いた軌道精度向上モジュールの採用を検討していた。打ち上げ能力は 700km 円軌道に 2000kg となる予定であった。2000年11月27日から28日にアリアンプログラムとして承認され、同年12月15日に7カ国による共同開発計画として正式に開始される。 最終的には2004年に現在の構成に定まった。第4弾であるアベムの代替エンジンの開発が進行中である。第1弾第3弾の核エンジンはそれぞれ2度の地上燃焼試験にパスすることが義務、続けられている。ベガシー2014年12月2日に開催された餌の閣僚レベル会合でベガシーの開発予算が承認された。ベガシーは1弾に P120 個体ロケットを使用する発展型。P120 はアリアン6ロケットと共用するため、量産効果が出て、コストを低減することができるようになる。ベガ C は2018年に初打上を行う計画。ベガの一段モータの製造ラインはこれまでイタリアにしかなかったがこの新しい一段、P120 に備えて二つ目の製造ラインをドイツに設置する予定。ドイツは、 ベガ計画に7%の出資をしており、P120 プログラムに関しては23%の出資比率を持つ。新しい P120 は、ベガの一段だけでなく、アリアン6の一段としても使用されるため、これまで年3期だった製造数が両方のプログラムを合わせると、年37期の P120 が必要となる計画。アップグレード構想として、 第2弾を P80 に乾燥する ESL、第1弾をより大型な P230 に乾燥し、第3弾を液体エンジンエスタスに乾燥するエソルムなどがある。3.4弾目をロックス LCH4 を推進剤とするマイラエンジンを採用した C12 を置き換える。高層のライラーでは太陽動機軌道への投入能力が 2000kg に増大することが見込まれていた。 また、ライラの上段エンジンマイラをビンチに乾燥するロケットやベガの第2弾を省け SSO に300から4 0 0ラムの投入能力を持つミニベガも計画されていた。ありがとうございます。